長官に預かりました、千葉大学哲学 の、 教員をしております泉千恵と申します。先ほど午前中 の、ご発表の中で、江原由美子先生 の、 ご発表の中で、人文、科学の分野は、女性が の割合が圧倒的に多いというご報告がありましたが、人文科学の中でも、特にその中で哲学は、例外的でありまして、かなり女性の、教員というものが、ほとんどなかなか友達を見つけるのが難しいというそういう状況であります。本日こういうお役目を頂戴いたしまして、私なり の、 視点でご報告をさせていただきたいと思います。お手元に、A42 枚の、結構字のフォントが小さくて申し訳ないんですけれども、この A42 枚の、男女共同参画、すいません、こっち人文学です。人文科学ということで、変えるかということでお話をさせていただきたいと思います。哲学という分野は、他の人文科学の分野とは、異なっておりまして、その起源においてはおそらく最も、古く、またそれは特定の専門知識に精通する職業人養成を目的とする学術分野として誕生したというものではありませんでした。哲学、フィロソフィアという概念は、ソフィア、ギリシャ語で、総合知ですけれども、それをフィレインする、気球するということ、つまり、総合知気球という意味を本源的に追うもので、ありました。この言葉が古代の諸文献において初めて登場するのは紀元前5世紀のアテナに遡ります。しかし、希求すべき知恵の内容が規定されていない以上、哲学および哲学者の正当性をめぐるさまざまなせめぎ合いが生じます。習得すべき知恵の内実をめぐるプラトンとピタゴラス学派のせめぎ合い、あるいはイソクラテスとプラトンの論争などなどが明示するごとく、各陣営が掲げる哲学者の像、それから哲学者の、哲学という概念ですね、その具体的な内実をめぐって、安易な折衷案を拒む緊張関係が、常々存在しました。哲学、そして哲学者という呼称呼び名が成立する場面は、相互に、この意味において相互に排他的であったと、推察されます。しかし、この状況はまた同時にセクト的対立の外では、誰もが自在に自由に哲学者という名前を使うことが可能であったということを意味します。実際、当時のアテナイの町に跋扈する自称哲学者について、プラトンは、かなり辛辣な、皮肉を込めた、描写をしています。お手元の参考資料の、1ページの1、をご覧ください。これはプラトンの、リパブリック国家に登場する、一節ですけれども、彼ら自称哲学者というのは、小金を貯めたハゲ頭で高徳の鍛冶屋だと、最近牢屋から解放されたところで一風呂浴びて新調の着物を着込み花婿姿にめかし込んで、主人の娘フィロソフィアが貧乏で独り身なのを良いことに、彼女に結婚を迫っていると、こういう、辛辣な、皮肉を込めた描写を、しています。しかし、このカリカチュアは、残念ながら、私の個人的な印象と感想ですけれども、21世紀初頭の我が国においても未だ色あせることはありません。その意味で、その哲学それ自体がジェンダー化された存在として表彰されるという一つの比喩のトポスは、その後さまざまに変容しながらヨーロッパの学問伝統の根底を流れていきます。このような伝統の中では、女性たちがフィロソフィアに近づこうとしても、その周囲に群がる、花婿姿に、めかし込んだ自称哲学者たちの殿方が徒党を組んで、阻止するであろうということは、想像に難くありません。でこれは皆さん有名な16世紀初頭にラファエロが、バチカンに描いたアテナイの、学徒です。
まあ、古代世界においていわゆる、まあ、名のあると言われる、哲学者たちの姿を、鮮やかに、描いて、おりますが、まあ、見てみると数学をやっている人もいれば、それぞれな、まあ、小さなグループで、話し合っているというあの情景であります。で今回のフォーラムの、ポスターにも、掲載されております、掲載されている図像でありますけれども、この、ラファエロの、図の中で、登場する女性は、2名おります。その1名は、まあ、いろんな説があるようで、私は美術史が専門ではないので、諸説については、検討控えざるを得ないんですが、この前面に位置しているこの白い服を着た、女性、まあ、これは、紀元後、4世紀の、アレキサンドリアで活躍した、ヒュパティア、まあ、数学者であり天文学者であり、哲学者でもあり、まあそのキリスト教たちによって、まあ、惨殺されたという、まあ、そういうあの逸話を持つ、女性ですが、まあ、彼女は、まあ、群れないでこの中で一人で、立っております。それからもう一人の女性、まあ、女性といっても神様なんですが、後方の右側に存在するこの、像が、女神、アテネと、解釈、されています。実際その知恵の女神アテネは、プラトンのティマイオスにおいて、フィロソフォス、初代の哲学者という、名称が、付与された、まあ、人物というか、まあ、神様でもありました。さて、その、哲学者、および哲学という、分野が、古代世界においてどのように公的に社会的に認知されるに至ったのか、その、問題は、今回のテーマを逸脱いたしますので、省かさせていただきますが、学術分野としての、哲学、そして、哲学者という、地位が明確に確立し位置づけられたのは、学位授与機構としての大学が誕生した12世紀以降のことであります。まあ、皆さん、まあご承知のように、12世紀に端を発する、まあ、12世紀ルネサンスに端を発する大学の誕生、主な学部は神学、法学、医学、哲学であり、主にアラビア世界を経由して初めてヨーロッパにその全容が紹介されたアリストテレスの諸文献の読解と討論の訓練を踏まえた聖職者、教会の聖職者養成を目的とするのが学位授与機構としての大学でした。それゆえ当然のことながら女性の入学は許可されておりません。自然界および社会構造のヒエラルキーを前提に据えるアリストテレス的世界観とカトリシズムの結合は非常に強固な岩盤を形成して、女性の学術分野での参入を阻んできたと思われます。まあ、左側は12世紀のパリ大学における教授たちの会議の場面と解説されています。でこちらはご承知のようにトマス・アキナス、周りには古代ギリシャの哲学者たち、そして修道士たち、そしてキリストの加護のもとにということで、レジュメの1の括弧2で挙げておりましたそのカトリシズムとアリストテレス主義の結合の女性の姿も気配も全くないという、雰囲気を、まあ、この図像は、伝えて、ております。そして、ですけれども、ようやくそのヨーロッパ世界において、学位授与機構としての大学に女性が入学し、学位を取得することが可能になったのはようやくつい最近の、19世紀、後半の、ことであります。しかしその後、現在に至る、100年余りの間に、ヨーロッパ世界においては、学術分野に対するに関する、女性の進出というものは、目を見張る、素晴らしい、ものが、あります。なぜそれが、可能であったのか、さまざまな理由が、あるかと思いますが、その一つとして私が、思っておりますのは、古代ギリシャ以来の、教育カリキュラムの力、すなわちその、学問方法論、自由七科を、核とする学問方法論の、まあ、威力にあったのではないかというふうに私は思っております。この問題については、この発表のまた後半部で、補足をしたいと思います。
で、ちょっと次はレジュメの1のカッコさんのところで、哲学史をめぐる、まあ、諸問題についての、まあ、脱線的な話なのですが、なぜその女性哲学者が少ない哲学史の中に出てこないのか、さっきヒパティアのような人のみしかラファエロは描けなかったのか、その理由としてですね、これは家系図 の、 サイトにいっぱい、あった画面なんですけれども、アリストテレスによる、哲学史編纂の、影響というものがあります。実はそのアリストテレス以前、哲学史というものは古代ギリシャ世界には存在しませんでした。でアリストテレスは、元来、もともと、ギリシャ人の、文化圏には属していなかった、オリンピックにさえ出場が許されていなかった、マケドニアゆかりの、人物であります。その人物が、アレキサンダー大王の台頭とともに、まあ、アテナイに、リュケイオンなどを解説するわけですが、その彼が、刑事上学の第一巻で、まあ、ある意味、かなり強引に、捏造したと言えるのがこの種の哲学の、者の、系譜です。まあ、その、哲学の、まあ、父アルケーゴス創始者として、それまであまり誰もそれほど評価していなかった、ミレトスのタレスを、ここ の、 アルケーゴスにおいて、まあ、それにつながる、哲学者の系譜、まあ、男尊女卑ですから絶対女性は出てきません。で、まあ、そしてアリストテレスは、ソクラテスもプラトンもその中の一つの場面に過ぎない人物として位置づけ、で最終的には、アリストテレスのペリパトス学派がこのアテナイの知的、系譜を、継承するという、まあ、おそらくプラトンやソクラテスがいたら顔をしかめるであろう、まあ、そういう歴史、観を作りました。なので事後この、まあ、哲学者の系譜図に関連する、人たちのみが哲学者として認定されるという、まあ、構造になっておりまして、まあ、それが、哲学史それ自体においても、女性の哲学者が、現れてこないという一つの原因になったかと思います。でまあ、さて次に、私が専門といたしております古代ギリシャに、目を、向けたいと思います。まあ、これはオリンポスの、山でありますが、ここに、住んでいると、まあ、ここに、いる神様たちはオリンポスの十二神、の、像です。で資料のお手元の資料の、4ページ目ですね、4ページ目の29番を、ご覧ください。オリンポス十二神の、構成であります。で、この中で、私、まあ、つい近年発見したことを、まあ、恥じているんですけれども、この12人の、神様たちの構成を見ますと、男女の比は、1対1、であります。で、まあ、そのような形で、男女比が1対1で、しかもこのオリンポスの、神々というのは、ゼウスの号令によって、動くのではなく、折に触れてはオリンポスの、一番高い、頂に、集って会議を開きます。そして、必ず、説得そして合意形成の、手続きを踏んで、どのようにオリンポスの神々として行動するのかという話し合いが、行われています。まあ、その情景はホメロス・イリアスなどに、親しいものでありますけれども、でまあ、このバランス感覚は一体何に、由来するのだろうかということを、いろいろ思いまして、おそらくこのようなジェンダーイコリティ、男女の比が1対1を実現し得た一つの、最低の条件として、その日常的なその言語行使の在り方、つまり風通しのいい意見交換、反論の権利の等しさというものが、その条件として、機能していたのではないかというふうに伺えます。で、まあ、実際そのギリシャ、古代ギリシャのいろんな文献を見ますと、身分の上下、性別を問わず、風通しのいい反論が展開されている、まあ、ギリシャの悲劇、喜劇もそうですし、それからお手元の資料の1ページの2番、3番など、ソフォクレスの、オイディプス王での、テイレシアスは、がオイディプスに向かって、言うセリフ、それからペリクレスの葬送演説にも、出てくる権利の平等性と正義の主張などなど、その平等性、等しさ、イソノミア、あるいはトイソンの、基盤が日常的な言論行使、反論の権利の平等性という、地平において、確保、されていたのではないかと思います。実際このような、土壌に おきましては、哲学者たちにおいても、何の抵抗もなく、
男女共同参画をすでに実現していた系譜があります。それを手元の資料の1の括弧2ですけれども、ピタゴラス学派は男性別、それから年齢、それから民族、それから身分的上下関係を問わず、多数の人々と平等に対話集会を開いていたと言われていますし、ソクラテスにおいてもですね、お手元の資料の2枚目の資料の5番ですけれども、ソクラテスの弁明に出てくるセリフですけれども、ソクラテスのディアレクティケ問答法の相手というのは数えきれないほどの男たち女たちと、ハデスにおいても哲学的問答法を展開し、親しく交わりたい、事柄の真理を極めたいという言葉が見出されますし、それからご存知のようにプラトンに至っては国家編の第5巻で展開されている男女平等の教育、それから職業選択に関しても男女平等であると、そして哲学者として統治する人物は男子であれ女子であれ一向に構わないと、そういう意味での全く意味での男女共同参画の思想というものをプラトンは唱えておりますで、このような平等の地平というのは彼ら哲学者において人としてよく生きるというその哲学の最終的な目的の根底に位置していたと思われます。ではなぜこのような主張が可能であったのか、その背景においては古代ギリシャにおいては生物学的な性別であれ社会学的な性別であれ男女という区分を根源的な肉分に据えるという視座は必ずしも自明なものとして機能していなかったのではないかということが指摘できるかと思います。で、例えばその1ページの2の括弧3に挙げておきましたけれども、オルフェウス教の宇宙創生神話をはじめその他諸々の文献の中から幅広く見られるアンドロギノス両性具有の系譜、それからメス単独だけで子孫を残せる、それは単に男の神様と添い寝をして子供を産むというような神々の系譜のみならず、女神単独で子孫を残せる、それはアリストテレスの生物学動物発生論においてもまたメスだけしか存在しない生物というのはオスなしで子孫を残せるという言及が監修されます。それから人間というその種エイドスというのは基本的に性別に左右されない、そういう概念である。それから社会学的な性別に関しましても古代ギリシャのいろんな神話伝承が伝える男勝りに活躍する女神たちの様子、それからアマゾネスの神話伝承、それからスパルタの女たちの武勇伝などなど、社会的性別も生物学的性別というものも自明の理として機能しない幅広い人間概念というものがそこにその背景に浮かび上がってくるかと思います。で、この地平のところに浮かび上がってくるのが人間それ自体の存在という概念であります。つまり人間性という概念、そこには性別というカテゴリーは関与しません。性別というカテゴリー概念に本質が左右されることのない人間性という概念を古代ギリシャ世界の思想は根底に据え、またそのような概念をさまざまなその方法論を通して常に希求していったということが伺えるかと思います。ではここでその一つの重要な役割を果たした古代ギリシャの学問方法論についてお話をしたいと思います。これは12世紀のヨーロッパのある女子修道院の人物がヘルラートという女子修道院長の人が書いた書物の中に収められた挿絵であって、これはワールブルクインスティテュートなどにも収められている図像であります。で、これを見ますと真ん中にフィロソフィア、女神フィロソフィア哲学がおりまして、そこから右に4つ左に3つの
知恵の泉が流れておりまして、そして哲学を構成するものが数学的な四科、天文学、それから幾何学、それから算術、それから音階学、それから言語的三科、文法、それからディアレクティカ、まあ、ここにはディアレクティカ、ここにはディアレクティケと、それから論理的思考法の両方が含まれておりますが、それと、レトリカ、弁論術の、3つであります。でプラトンとソクラテスがこの台座の下で、多分ハデスでしょうけれども、勉強しておりまして、その欄側にいる4人は、これは、魔術師とそれから作家たち、でカラスが肩に止まっていて、人の感情に訴えて、人の目をくらませる、真実を曇らせる悪いやつらということで、これは男性の絵で描かれてあります。で、まあ、この構図というのは、先ほどお話をいたしました、冒頭でお話をいたしました哲学という、女性みなしごの、独り身の乙女、女性の周りに群がる、自称哲学者たちという、哲学者という概念が、誕生した紀元前5世紀のアテナイとの比較において、まあ、これは一つの格段の、進展があった、構図になっております。でこれが、いわゆるご存知のように、自由な中、そのと言われるものであって、自由な中というのは、自由になるための、学問、自由というのは何者にも束縛されないと、で自分を支配するのは自分であるということ、でそれゆえ性別にもあらゆるその権力構造にも縛られることのない、人間の形成を目指した、そういう、一つの教養過程の根幹を形成する学問構造方法論でありました。でこの学問方法論は人文科学のみならず自然科学、そして神学の分野においても、共有される、そういう、カリキュラムが、ヨーロッパの大学の伝統においては強固に、存在していました。なので冒頭でお話しいたしました、女性が、大学に入学することが19世紀の後半まで、許されなかったという土壌において、何故にその100年ちょっとの間、現在に至るまで、ヨーロッパ、世界においては女性の学問への進出が、果たされてきたのか、その原因はこの自由学科の教育の徹底、その習得の徹底、そこにあったのではないか。それとの比較において、我が国の、日本においては、このような、学問方法論の、教授習得という、面がおろそかになっていて、まあ仏教伝来以来、まあ、西の方から来た、偉い人たちが紹介した、五教説ということで諸学問を、導入し、そして、まあ、ある意味そのセクト化、いろいろな流派に、特に人文科学の場合はそうですけれども、分かれてしまって、自由な人間として、学問を展開することができなかったのではないかということが推測されます。でも時間も、迫っておりますので、一番最後の、レジュメの 1ページの4の括弧1と括弧2を、お話ししたいと思いますけれども、このような、人間性という概念は、古代ギリシャに端を発するという意味で、そのような歴史的な、まあ、制約特殊性を背負うものではありますけれども、その後のこのような歴史展開の中で獲得したかけがえのない、価値普遍性というものを我々はもっと謙虚に真摯に、受け止めるべきではないかというふうに思います。でその地平においてこそ初めて、よく生きるということ、そして特に、この、哲学的問答法とそれから、弁証術と哲学的問答法、論理的な思考法と、弁論術を通して行使して、実現される、平等性、正義、の地平というものは非常に重要なものであり、それを提供するのは人文科学の分野であるかと思います。で今回のテーマはジェンダー研究と男女共同参画、まあ、ジェンダーイコリティの関係ということでしたけれども、ジェンダーイコリティ、まあ男女共同参画という場面は特にこの、論理的思考法に基づく哲学的問答法の場面において決定的な、役割を果たすということが、容易に推測されます。そしてまたジェンダー研究というのは、特に、弁論術に関与する諸分野において、すなわち主に、倫理学と結びついて弁論術が結びつくことによって展開される政治学的な諸分野において有効に機能する
研究の方向角度ではないかというふうに私は理解をいたしております。駆け足でお話をしてしまい聞き苦しかったと思いますけれども、お手元の資料等々に目を通しまして、特に4ページの最後のキケロのトゥスクルムソー談義においての箇所などなどもご覧いただきまして、人文科学におけるジェンダー研究と多重共同参画の連携の重要性ということをあえてご指摘させていただいて発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。